趙軍へ正常に神明を土産。私はただなすべきをなすのみ。いざ趙軍へ戦場に神明を渡さん。おい待てて、嫌な予感がするんだよ。俺は行かねえからな。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。お、ピンと来た。あそこが狙い目ってやつだな。この我らにこの楽器を任された。その目、その真に応えるのが我が責任。黙る長領さんだい。でもここまでだ。李天殿、学臣殿。
手も立ってもいられず出てきてしまいました。私にはこちらの方が性に合うようです。一人で英雄気取る気かよ。程度が出るぜ。いいすか、分かってたんだよ俺、あんたがいないとダメだってのは。違うな、俺がこのままじゃダメだってのは。ただ目の前のことをやる。勝ち負けも生き死にもその先にしかない。あんたはそうやって戦ってきたんだな。ここは敵のことだ。まあ今は置いとくか。けどこの戦俺たちで勝つ。おっと、ずいぶん張り切ってるね。けどここは通さないよ。いざ。ご無事で何よりです。これよりは共に戦わせてください。押して参る。この罠を破れば、せっと敵を誘い出せよう。押して参る。ソリンに光を向けるのだ。これは戦術だけだ。ただの勘弁だけどな。先手を攻めるより先に退路を断った方がいい。ロース橋へ向かうとしならば、私は南の拠点を落とします。陽動がいた方が動きやすいでしょうから。承知した。ガッシュ、運命を祈る。観念、陽刀殿がやられただと。敵を侮っていたか。我らも打って出る。戦うのはお前か。
べられますまい。この地は趙軍燕が制圧した。出ることはあるまい。敵はまだ我らを追い詰めたわけではない。
近くまで迫った。そこよ、もはやこれまでか。決まったぞ。それでも五軍は総大将が負傷して撤退、戦果としては上々ですね。伊天殿、学信殿、お見事な戦ぶりだった。これが私たちが力を合わせた真の力なのですね。そうだ、だからこれからは俺たちを連れてけって話だ。言わせるな。はい、わかった。我らで力を合わせ、この合皮を守り抜かん。